岡山市では、メンタルヘルスやゲートキーパーを含む自殺予防に関する研修、岡山市ゲートキーパー養成研修を行っています。研修の流れをご紹介します。丸1から丸3については、ホームページ上にある別の動画をご参照ください。最後は、つなぐ先、相談先のご紹介をします。ゲートキーパーとして、周囲の人の変化に気づき、つながり、 傾聴し、見守っていただくよう説明してきました。見守る中で、専門的な機関の介入が必要だと思われた際の相談先についてご紹介します。具体的な相談先の一つとして、岡山市保健所健康づくり課の精神保健係や、市内の各保健センター、岡山市心の健康センターなどがあります。また、 岡山市内の各保健センターでは、心の健康相談という専門医による相談も行っていますので、必要な方はご活用ください。岡山市心の健康センターでは、自殺対策推進センターを併設し、自殺未遂者等の自殺リスクの高い方への支援を行っています。私たちの身近にあるインターネットが、 直接的に市民とつながることのできるツールの一つであると考え、あらゆる年代の市民が気軽に情報を得て、相談にアクセスできるようなデザインのホームページ、おかココネットを作成しました。おかココネットでは、ここが心の声聞くところをコンセプトに、困った時の相談先の紹介とともに、閲覧した方がメンタルヘルスに関する情報を得て、 ストレスチェックができるようなページを新たに設けました。情報を得るだけでなく、電話での相談も受け付けておりますので、ご活用ください。これは、心の健康マップという冊子で、岡山市内の精神科病院、クリニック、相談機関、利用できる制度などについて掲載しています。 自分で受診や相談をしてみたいなとか困っている人に情報提供するときのツールとしてぜひご活用していただけたらと思います。配布先は岡山市保健所や各保健センターですがインターネットで心の健康マップで検索して見ていただくこともできます。では本日の研修は以上になりますが 皆さん、まずはご自身のメンタルヘルスを意識して、毎日を健康に過ごしていただければ幸いです。そして、もしも自分の周りに悩んでいる人、困っている人がいたら、今日お話ししたリハーサルを使ってゲートキーパーとして行動してみてください。実は、皆さんのちょっとした行動で助かったり、元気になる人がたくさんいますから。では、これで以上になります。 ご視聴ありがとうございました。